ロードが手にした勾玉は力を得る宝。この世のものとは思えぬ恐怖の化身が地の底より現れた。御霊守の触りにより勝利が遠のく。クロードが怨霊の目を覚まさせた。怨霊が忍び寄る。力を合わせろ。神の力をその身に宿すため、クロードは多くの勾玉を集めた。この敵の群れに果てはないのかと疑いを抱くほどであった。クロードが怨霊を目覚めさせる。クロードの相手が呪いを浴びせた。力を合わせるぞ。どこからともなく恐怖の化身が姿を現す。御霊守が勾玉の奉納を妨げる。黒の匂いが荒々しい鬼の道。神の力をその身に宿すため、クロードは多くの勾玉を集めた。クロードはもう一組に身の毛立つ呪いを送った。ロードのこの世のものとは思えぬ恐怖の化身が地の底より現う。クロードは大御霊守を呼び寄せて相手の勾玉の奉納を防いだ。Thank you.
びただしい数の影が迫り来る。大御霊守りが現れた。火の衝動がクロードに狙いを定めた。クロードはかろうじて火の底の最果てから邪悪なる者がじりじりと這い出した。再び立ち上がり、押し寄せる敵勢に刃を向ける。この世のものとは思えぬ恐怖の化身が地の底より現れた。クロードはもう一組が火の少量を目覚めさせた。敵の最後の陣が勇み進む中、もう一組のクロードたちが時を御霊守りの触りにより勝利が遠のく。クロードが鬼に遅れを取ることなどない。灰の匂いとムクロの匂いが荒々しい鬼の一味を前へ前へと手繰り寄せている。力を合わせる。襲い来た大群れを一匹残す。クロードは鬼の大群れを全て退けた。しかし次の群れが続く。おびただしい神の力をその身に宿すため、クロードは信じた。この呪いが己を勝利へと御霊守りの妨げを受けているとクロードは気づいた。長く受けたという。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。